シクフォニミコトさんの伝説的エピソード集。いい子にしててね。はーい。お母さん、お母さん。今運転してるから、後でね。面白くないなぁ。困らせよ。よっ！こら！すれ違う人に声かけないの。帰ってきた。鍵開けてっと。ん？あれ？鍵開いてる！まさか泥棒？家の中は、よかった。誰も入った痕跡はない。リンゴ食べるか。え、リンゴがない。まさか泥棒？あ、待てよ。今日出かけるときに持って行って、駅に向かいながらリンゴを食べてたんだった。寄ってきた。レモンサワーになります。ほら、ミコト、酒来たぞ。え？はい。ありがとうございます。ちょっとトイレ行ってきます。イフさんのあの行動、高額のためにメモしておこう。やった！学生証届いた。かっこいい。あれ？待って。学生証なくした。今日はイレイスの24時間生配信だ。ナイコさんから電話がかかってくるって言ってたな。でもいつになるかわからないし、眠いし。よし、パソコンの前で待機しながら寝よ。本日の動画はいかがでしたか？もしよろしければチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画で。